ゃあこんにちは。さあ、ゆうたかさん、はい、7月31日さあ何の締め切り日でしょう。これはもう、はい、野球界にいたらさ、そんなバカな質問すんなよ、まあ、何でしょう。トレード期間だよね。そうです。まあ、去年は8月31日まで、まあ、コロナ禍だったんですけど、まあ、今年から戻ったので、はいはい、7月31日ということでもうあとちょっとなんですよ、実は。いやー、暗い話なのかな。まあ、そうでもないか。そうでもないですけど、でもこの時期になるとやっぱりファンの方も、はい、誰と誰が変わるのかとか動きがすごく気になるところなんですよ。お前小林じゃないだろうな、お前お前また小林や、お前怒られるぞ、本当にファンの方に。ファンの方、いや、もしかしたらまたね、毎年毎年やってくるこの季節、小林選手にとってもあるかもしれないんですが、まあ、小林選手のいる球団、そう、巨人がですね、はい、巨人のネタで、ね、ニュースになっていたんですが、はい、残り約1ヶ月電撃トレードあるかもということで、どうやら原監督が左のセットアッパーが足りてないので欲しいというふうに要望を出しているそうです。どういうタイプのピッチャーが欲しいのかね、左って言っても、まあ、左で、うんうん、そのセットアッパーだとか、はい、まあ、その中継ぎに入れるとしたら、うん、まあ、ある程度変則っていうのが頭にあるけどね、はい、どういうふうな左が欲しいかっていうのがちょっと分かんないよね。あ、で、まあ、今現状をその今村投手と高西投手ぐらいしか左ではいないと。なので厚みを持たせるためにもう一枚左が欲しい。贅沢だね大江とかどうしてるの。今シーズンあんまり見ないよ ね、 そうですよね、うん、なので、まあ、右はいるとしても左側もちょっともう一枚欲しいなっていうふうに原監督は要望を出してると、はい、その中でじゃあどこのチームと交換するか。そうだな、はい、まあ、相性がいいのは楽天だよね。まあ、高梨とかも活躍するし、はい、ウィラーとかもね、はい、取ったりとかして活躍してるしね、うん、だから相性がいいのは楽天かなって。となるとじゃあ楽天から左ピッチャーっていうと誰を。いや、欲しいのは辛島多分出さないと思うけどね、はい、いやだけど辛島のあの安定感っていうのはいいね、うん、いや欲しいです。即使えますからね。まあ使えるな、うん、まあそれを中継ぎに使うのか先発に使うのかって両方使えるからな、うん、あのピッチャーはね。そうですよね、うん、あと湯気っていうピッチャーがいるよね、左でね、はい、ちょっと大柄のね。ああいうピッチャーも馬力があるし、うん、いいのかなって。湯気だったら可能性はあるかなっていう、ありますよね、感じはするけどね。そうですね、そうなってくると楽天側はじゃあ巨人から誰を欲するんだろうっていう。やっぱあそこはピッチャーは結構いると思うんだよね、はい、巨人がピッチャー欲しいっていうのは出せないでしょ、ピッチャーって。無理ですね。あ、いやだから野手とすれば右だよね、はい、右が欲しいと思うんだよ、うん、中田翔もう一回パ・リーグに戻るんですか。あ、でもいいと思うよ。中田翔でもいいし、まあ、キャッチャーが不足してるとすれば、はい、小林、いや、からしま出すんだったら小林、中田翔いいよってなるかも分かんないんで。 そのぐらいのクラスを出しても巨人はからしま投手取れるんだったらってことですよ ね、まあ、そうだね。だけど中田翔あれしたら西川と被るけどまたノーテンなんのそうですねハム同士がね、まあ、まあそうだね、はい、でも中田翔はやっぱパリーグ向きかなって思うしね、うん、中田翔を生かしてやるとしたら、まあ、トレードしても、うん、まあ面白いと思うけどね。 あと小林選手であれば打てないけれどもそのキャッチャーという意味で右バッターじゃない。ちょっといや右バッターはそうですよ、右なんですけど打てないからな、はい、まあ、打てないと困るんだよ、やっぱりね、うん、あの楽天もと得点力不足というかさ、はい、でも右が欲しいよね、とにかくね、まあ、そうですね、とにかく、うん、じゃあ右バッターの誰かと可能性もある、可能性もあるとね、うん、次に可能性が考えられる球団っていうと、まあ、日本ハム。あ、日本ハム、はい、ビッグボスに原監督がちょっと、はい、左をこうよこせよみたいな、ちょっと貸してくれないか、うん、まあ、堀とかだったら最高だけどね、最高ですね、力もあるし。でも日本ハムの今の環境では、うん、なんとなく調子を出せないままいるよね、堀がね、はい、まあ、ビッグボスのああいう性格だったら、いや、お前環境変えてやってこいみたいなことも可能性あるし、うん、宮西、まあ、こうワンポイントになるのか、はい、1イニング任すのかっていうのはあるけども、はい、パ・リーグではもう慣れられたという感じがするよね、はい、宮西は。でもセ・リーグのバッターたちはまだ慣れてないから、まあ、使うとしたら使えないことはない。
年齢的なことでもまだギリギリですか、まあまあ、タフなピッチャーだからね、うん、ただボールのキレとか前世から比べるとだいぶ落ちてるけどね、うん、でも可能性がなくはないよね。そうですよね、うん、で日本ハムはそうなるとピッチャーが欲しいですか、巨人から。野手やっぱピッチャー欲しいだろう、うん、でそうなんでかって言ったらさ、はい、防御率がさもうす悪いもん。そうですよね、うん、ただいい素材のピッチャーがいる、これからのピッチャーも含めて、うん、まあ、そうなってくると、まあ、野手でもいいよね。ただ野手は内野手が欲しいね。ポジション的にはどこ、まあ、二遊間できる。あ、でも二遊間できるのってなかなかいないんだよ。今ショートでいうと上川畑選手が出てきてます。セカンドっていうことになる、まあ、セカンドとか上川畑も分かんないよね。あ、これはだから、まあ、例えばレンタル移籍で、はい、こっから1年半、はい、来年のシーズン終わりまで、じゃあ堀と中山ライトを変えてくれとか。ああ、いや、それでお互い使いましょうよって、はい、経験させましょうと、うんうん、違った環境で、うん、それでまた1年半後に変えるという、うん、巨人では中山ライトとか出れないじゃん今。無理ですよね、うん、でもあの子のこう一生懸命さとかさ、はい、素質を考えた時にやっぱ経験させてあげたいよね、うん、より多く。で堀も今の環境ではなんとなくこう今年はね、はい、あまりいい結果も出てないし、そしたら変えましょうよみたいな、うん、そういう形でレンタル移籍みたいな1年半の、ま、それはね契約内容に書けばいいだけの話ですし、まあまあそう、いやもう、お互いの約束ごとでいいんだよ、うん、だからいくら活躍しても返すよっていう、はい、まあ、そういうことがあってもいいと思うけどね。そうですね、はい、続いてオリックスどうですか、山田。まあ、昨年ね結構投げてて、まあ、今年あんまり投げてないという。でもポテンシャルはすごく高いピッチャーなんで、はい、まあ、変えても面白いかなと。でオリックス的には今手薄なところで欲しい人材っていうと、まあ、一塁でもいいよね。あ、野手、内野手、そしたら中田翔いや中田翔はあの子は使い続けると結果が出るけど、やっぱ代打とかではさ、なかなかやっぱ難しいと思うんだよ。そうですね、いやそれだったら出れる ところに置いてやるっていう方が生きると思うけどね。しかもあのオリックス その、まあ、クリーンアップとかに厚みがより出ますね。めちゃくちゃ出るでしょ、はい、うん、吉田正尚選手、ラオウに中田選手ってなると、そうそう、ティオかなって。あ、そうですね、破壊力抜群になってくる。抜群ですね。そうそうそう、あ、それはあるかもしれない。いやだから言えばオリックスだったら、はい、左が欲しいって言ってても右にいいピッチャーもいるしさ、はい、可能性としたらなくはないよね。まあそうですね、うん、左左って言うけどさ、うん、左が左を抑える確率っていうのも、うん、そんなに高くはないからね今もう世の中、うん、もうやっぱねワンポイントでいったピッチャーってインサイドに投げれないんだよなかなか、うん、だから外ばっかり待ってくる、外に集まってくるからさボールが、はい、意外と左に打たれてるケースっていうのがあるから、はい、だからオリックスだったら右のいいピッチャーもいるからさ。そうですね、だからもうそこら辺でいやまあ左じゃなくてもいいかみたいな、うん、原監督はそう考えるかもわかんない。このピッチャーだったら右でもいいっていう思うかもしれない、ね、思うかもしれない。あとソフトバンク、あ、どうでしょう、大竹。おうわ、やっぱこう勝てるっていうか、はい、ピッチングも丁寧だしさ、うん、環境変えてやると、まあ、ソフトバンクではあんまり出る幕ないしな。そうですね、上にいいピッチャーがね、うん、で大関っていう左も出てきたしさ、はい、そうなってくると働き場所がないんだったら、うん、大竹を金銭でくれないかみたいな。いやソフトバンクのいや金はいいですみたいな金はありますみたいな言われるかもわからないけどね。そうですね、言われるかもわからないけども、いやだけど大竹っていうのがなんかくすぶってんなっていうのはね、うん、投げたら勝つんだよね。あ、だからなんかすごくもったいない感じがして、うん、だからまあそういう可能性も大竹には残されてるのかなって、ね、感じですね、うん、でまあ同一リーグに今度なっちゃうんですけれども、はい、DeNA はね左王国だよ、うんうん、もう王国どころじゃない、もうみんな左で食べるからさ、はい、なんか左で食べてもね肘が当たっちゃうみたいな左、ね、そうそうそういやだから、まあ、砂田とか、あ、田中健次郎、はい、これがね同じようなポジションなんだよ。確かに2枚いると
1人が疲れたら1人と変えるとか、うん、まあ、こういうローテーションも組めるんだけど、うん、まあ、砂田とか田中健次郎とか、うん、こういうピッチャーはまあ魅力はあるよ ね、 ですね。これでは砂田投手を取るんだったら田中投手は取らずになるんですか、それとも2対1とかになる可能性もあるってことですか。だね、横浜が砂田投手と田中投手出して両方出すの、お前両方出したら坂本くれっていう岡本か坂本にしてくれっていう、あ、やっぱどっちかになっちゃう、ね、そりゃそうだよ、まあ、2人の出せるから王国だっつっても、いや、 いやこの2人はやっぱこう経験があるから、経験値が高いからね、はい、いろいろ厳しいところも、うん、あの投げてるし、はい、だから評価されて、はい、2人出したら横浜が苦しいよお前DeNA がバカ野郎ってお前じゃあ原監督と交換してあげるよってなるよ三浦監督と原監督違う違う、原監督が監督になって大輔がヘッドコッチになるそう、新しいですね。いや新しいんだよじゃあ、まあ、どっちかを出したら今 DeNA が欲しいところってどこですか。そうだな、うん、外だけでしょ今打線の中で、はい、まあ、ウィラーとかも面白いとは思うんだけど、はい、外野手でさ育ってきてるからね、いろいろね、いや小林がいたらいいよねキャッチャーで。あ、そうですよね。いやそれはいいよ、うん、DeNA のキャッチャーもそんな打てるわけじゃないですよ、はい、他が打ってくれるから。そうですね、それ考えると、うん、やっぱ小林くれるんだったら出してもいいですよみたいな。で小林選手は DeNA に来ると結構レギュラーで使われる。ああ絶対使われる、増えますもんね。使われる使われる、うんうん、だから、まあ、そういう意味では、うん、いいかもわかんないね。そうですね、はい、さ、そしてこれ禁断の扉が開かれるのかと言われているのが中日とのトレードなんですよ。なんで禁断なの、ね、今までなかったの、うん、今までなかったみたいな、まあ、それは立浪監督になったからあるんじゃないかみたいな。お、じゃあ福か左だったらね、はい、福か岡田、あ、岡田投手は投手、はい、うん、経験値が高いもんね、はい、福はね、だから、うん、まあ、今年はあんまり状態はあんまり良くないかもわかんないけど、うん、環境変えたらどうか、うん、岡田は先発もいけるし、うん、中継ぎもいけるしっていうようなところだけど、うん、両方で打たれてんだよね。そうなんですよね、うん、ちょっと気持ちが弱いかなっていうね。あ、そっか、うん、まあ綺麗なピッチャーだよ岡田投手そうなんですよね、綺麗すぎるんだよね、綺麗すぎるからもう打たれちゃうという、うんうん、ね、でも素材的にはいいかもわかんないね。で中日は欲しい選手いますかね、巨人からもらえるんだったら。木下はキャッチャーとしてはもういいしね。もうそうなんですよね。そうそうそう、ただそのビシエドが登録抹消になったりとかいろいろしてるし、ウイラーでもいいよね。ああ、ありですね。ファーストでね、はい、まあ、ウイラーは勝負強いしね、うんうん、でチームをこう引っ張っていく力もあるし、はい、ああいう選手がいてくれると助かるんじゃないかなと思うけどね。そうですよね、うん、だって中日の野手陣っておとなしい人が多い、うん、なんか行こうぜみたいなのがない。そうですね、なんか明るく引っ張ってくって、うん、選手はなかなか。そう、ウイラーはなんかこうキャプテンシーもありそうだし、うん、ちょっとチームを明るく、ね、やってくれって言ったらなんかやってくれそうな気がするよね。そうですね、うんうん、だからそういう存在的なものも考えたら、うん、ウイラーとかいいよね。いいですね、合ってるかもしれないですよね、うん、あとはカープ、カープはなかなか、ね、ギャラないんですけど高橋、あ、いい投手がいますね。そうだな、高橋がいいな、うん、出すかな今ピッチャーがね、中継ぎがさ、やっぱりねここんとこよくカープがあんまり良くなくなってきてんだよね、うん、はい、で先発ピッチャーはある程度こうゲームを作れる人たちがたくさんいてね、うん、だけど中継ぎが崩壊するからさ、逆にカープが探してるような状態だもんな、うん、そこで中継ぎ出せないよねそうですね、あ、まあ高橋っていうのがやっぱ魅力はあるよね。ああ、そうなのか。あとは今名前出してないチームといえば西武。西武はねやっと揃ってきたからバランス崩したくないと思うんだよね。例えばファームには小川とか中日からトレードいった、うん、まあ、そういうピッチャーいるけど、まあ、なかなかねそこまではいかないよね。ない。だから今まで名前を出した経験値だとか、はい、いろいろボールの力とか考えると西武はないかなって、うん、どうで阪神、阪神出さないだろう、まあ、巨人阪神も絶対ないですか。いやないっていうのは俺は思うには、うん、矢野監督今年でも辞めるって明言してるじゃない、うん、そこであんまり大きく、うん、変えないと思うんだよね。あ、だって責任取れないもん、もう出したところで。そうですね、もうやめる監督に出されちゃったよみたいな、うん、もう現状のまま阪神は行こうとしてるんじゃない。取る分にはいいけど出す分には嫌だっていう
やっぱりその阪神に置いといてあげたいっていうのが監督を務める親心かなって思うよね。ただね、将来的に、まあ、例えばお前は阪神にいても絶対出れないからこういうトレードがあると、うん、まあ、そういうことで行きなさいみたいな、うんうん、そういうことはあっても戦力としてこう入れ替えるっていうそういう考えは俺は矢野監督には今ないと思う。毎年ここを言われてるのが藤浪投手って言われてますけど、藤浪投手も今シーズンはない、今年はない。お前開幕投手だぞそ、まあ、そうですね、あの西投手とかね、いやもうね、ここまで出さないっていうことは藤浪は出さないよ、うん、もう生涯やっぱりね、阪神のスターなんだよ、あの育てたいんだよ、そういうふうに。そうです、まあ、魅力もあるしね、うんうん、まあ、今上がった選手の中で、うん、取るとしたら取れるかなという、ね、感じですかね、うん、いやね、残りあと1ヶ月ちょっとになってきましたけれども、いやもう水面下で動いてると思うけどね。ですよね、今挙げた選手たちが、うん、じゃあね、巨人のユニフォームを着、うんうん、ね、他のところのユニフォームから、はい、今巨人のユニフォームから他のところを着てる可能性もあるよね。そうですね、ちょっとね、動向を注視していきたいなと思います。はい、はい。